俺がオラシオンの孤児院で厄介になってたのは知っての通りだが、その後あるところに引き取られて、ちょいとばかりいろいろあったんだ。いろいろあった。いいことも悪いことも。だが14の時に転機があって、また別の筋に引き取られて、そこで勧められて受けてみたのがアラミスの入学試験だったんだ。そして俺たちは7年ぶりに再会した。エレインにしてもルネにしても互いの近況を全く知らないまま、まあこういうのをまさに腐れ縁って言うんだろうな。オラシオンで別れてからの7年、あいつが何をしていたのか私もエレインも分からなかったが、何かがあったのは想像ついた。だがあえて踏み込まず、再会を喜び休校を温めていった。4月後半にある学芸祭や私自身が出馬した生徒会長選挙、それらを通じて幼い頃に戻ったような気の置けない仲となり、バンとエレインは私の生徒会業務を手伝うようにもなっていった。だが当然幼い頃のままではいられない。バンとエレインはごく自然に互いのことを意識するようになり、秋が深まる頃には思いを伝え合って付き合うことになった。幼い頃から二人の淡い気持ちを察していた私にはやっとかという気分だったが、それでも弟分と妹分がくっついたことは寂しくも嬉しい不思議な気分だったものだ。私がエレインのことを、いや特にそれはなかったな。当時も付き合っていた彼女がいたし、リア充？そう言えなくもないだろう。私に宛てた手紙にあったのは、悪いエレインを頼むの一文のみ。エレインに宛てた手紙にはさすがに不器用な謝罪が綴られていた。だが肝心の理由については結局のところ何一つ書かれていなかった。こうしてアラミス高等学校2年生バン・アークライドは中退したわけだ。7年、いや7年半前の話だな。大丈夫ですよフェリちゃん、アーロンさんに、キンケイドさんも。え？あんなことを言い出したのは逆に私たちに向き合っているからだと思います。ごまかしたりうやむやにしたりしないで、何かあるってちゃんとサインをくれて、優しくてちょっとずるくて誰よりも頼もしいけど少し臆病な人だから、私あまり心配していないんです。今のバン様は
解決事務所の長として十分にわきまえていらっしゃいます。特に無理もせず、ごく自然な配慮で。そうね、なんだかんだ面倒見いいし、私の事情にも付き合ってくれるし。そんな説明じゃエレインさんたちもアニエスたちも納得しないんじゃない？いずれアバン様が向き合う必要があると存じます。アニエス様たちに、エレイン様たち、ベルガルド様に、ビストロのご一家、あなたを大切に思っている全ての方々に。私もその一人ではありますが。言っとくけど、僕たちだって突っ込みたいのは山々なんだからね。でも優先順位ってあるじゃない。その辺はしっかりしてほしいかな。ったく、なんか向こうでも似たようなことを言われてそうな気もするが、どこかでけじめはつけるぜ。てめえ自身にカッコつけるためにもな。まずはそれでいいんじゃない。バンさん、カッコつけだもんね。及ばずながら、私たちにもお力添えさせていただけると。バンのやつもそろそろ焼きが回って、いや、年貢の納め時かもしれんな。こんな小娘に見透かされてるくらいだからな。つうか、自分探しのモラトリアムを続けてるようにしか見えねえぜ。自分探し、あ、確かにそんなところはありますよね。モラトリアムっていうのが何なのかは分かりませんけど。さすがにもうちょっといろいろあるんだと思いますけど、でも信じています。ちゃんと向き合ってくれるって。私たちに対してというより、他ならぬバンさん自身に対して。アニエスさん。小娘が生言いやがって。だが奴には何より聞く言葉かもしれんな。7年前に同じことが言えていたら、いや、栗本か。